リーグアーン第25節が9日に行われ、パリ・サンジェルマン、PSG とスタッド・ランスが対戦した。5日にチャンピオンズリーグを戦った PSG は、キリアン・エンバペやウスマン・デンベレラがベンチスタート。一方、スタッド・ランスは伊藤淳也がスタメンに入り、中村・慶人はベンチスタートとなった。試合は早い時間帯に動いた。6分。 右サイドでボールを受けた伊藤がドリブルで持ち運び、武器と相手 DF ラインの間にアーリークロスを供給。これは惜しくも味方に届かなかったが、アクラフ・ハキミが回収したボールをウマルディア・キテが奪い、ラストパス。最後はマーシャル・ムネツが冷静にシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。スタッド・ランスが最先よく先制に成功する。1点を追いかける形となった PSG だが、すぐに反撃に成功。 17分、コーナーキックを吐き磨けると、ゴール前の混戦でオーンゴールを誘発し、すぐに同点に追いつく。そして、19分には右サイドからイガンインがクロスを上げると、ペナルティーエリア内の混戦でスタッド・ランスの DF 陣がクリアできず。こぼれ球をゴンサロ・ラモスがゴールへと押し込み、逆転に成功した。ただ、スタッド・ランスも PSG に食らいつく。45分、 PSG の最終ラインの背後をディアキテが取ると、武キとの1対1を冷静に制し、シュートをゴールに流し込んだ。前半終盤にスタッド・ランスが同点に追いつき、2-2で前半を終える。後半はスタッド・ランスが構成を仕掛ける展開に、59分にはコーナーキックからファーサイドで伊藤が折り返し、最後はエマニュエル・アグバドがゴール前で合わせる。しかし、 決定機を決め切ることができず、勝ち越しとはいかなかった。試合はこのまま通 2, 2で終了。なお、伊藤は82分までプレーし、中村に出場機会はなかった。スコア、パリ・サンジェルマン2-2スタッド・ランス、得点者0、0の16分マーシャル・ムネツイ、スタッド・ランス、1月1日17分ユニス・アブデル・ハミド、PSG、オーンゴール、2、1 9分ゴンサロ・ラモス、PSG、 2-245分ウマルディア来て、スタッドランス。